うん、読み上げができてないな。ちょっと待ってください。読み上げがなんでできてないんだこれ。単に音量調整とか違うな。読み上げできてない。ちょっと待ってくださいね。読み上げ、スピーカー通ってるからボヤミちゃんの問題だ。あ、よし、いった。第27ぐらいに来た。あ、来た来た、よし。じゃあスタート。今日はまだ喉のうんうんがまだちょっと収まってないですね。まあ喋ってら大丈夫かな。で、今日は人吉市じゃないや、たらぎ町か。ここは人吉の盆地の中にあるたらぎ町っていうところの、おはようございます、のブルートレインたらぎっていう簡易宿泊所に泊まってました。かなり快適でした。朝から、うん、まあ大丈夫かな。おはようございます。うん、今日最終日です。ギガ、今どうかな。残り1ギガ切らないと追加できないんですよ。アホな仕様なんで。全くアホもアホだ。いらっしゃい。ログイン今のうちしとこう。おはようございます。ログイン、ほぼいっぱいでしたよ。寝心地良かったですね。腰のところにちょっとフレームがあって出っ張ってるんですけど、それもあまり気にならずに寝落ちしました。昨日は11時頃ポボ100回言われるな。ポボ昨日10回ぐらい言われてます。今から契約できないんで私は知りませんでした。ポボ自体をデータをチャージ 1ギガチャージ済みです。チャージしたデータの利用が開始されるまで追加の1ギガのデータチャージはできません。どんな仕様だよこれ。雑魚寝じゃなくて個室でしたよ。部屋が隣り合ってて、こっちが上、こっちが下、別の部屋だけど、多分ベッドは上下にドカドカやったら下に響くと思うという感じの構成でした。うん、なるほどね。6月らしいですね。タイミング悪っ。じゃあ今日はもう高速バスも取ったし、自転車の袋が乗せられることも確認しました。人吉のインターから乗ります。はやぶさっていうブルートレインのを利用した簡易宿泊所なんですけど、簡易って言っても結構ちゃんと中作り直されてて、トイレとかむちゃくちゃ綺麗ですよ。ただ元々ある列車の設備は全部使えなくて、それとは別に洗面所とかトイレとかが作り足されてます。あとは部屋もまあ元のままの構造なんですけどね。温泉入りましたか。温泉入りました。あれ、恵比寿の湯。あ、宿のトイレのところだけ別世界に綺麗なんですよね。さらにそれ以外の本体のところはまあ元の趣が残ってるんで古っぽいんですけど、うん、水道もあります。ただ個室の中では飲食はできなくて。あ、はやぶさ、私はやぶさっていう区別は知りませんでした。ブルートレインっていう一括りですか。私もうんこするからな。いや、私はうんこしないんだったっけ。なかなかに楽しそうな宿泊体験でしたね。うん、ここ良かったですね。また来たらまた使う。うん、なんでフロントがある客室のなんて言ったらいいんだろう、まあ、テーブルが置いてあるところでやんなきゃ食べなき�ゃいけないです。で食堂車っていう構造でも多分なくて、中取っ払った上でテーブルが置いてあるんだと思います。東京人もまた来る。まあ人吉はどうだろうな、また来ることが本当にあるかどうか。
アクセス悪すぎるからな今。で、飲み物がないんで、ないっつってもまあでも一応買っとくか。今日人吉のあのこの盆地の中ぐるぐる回るだけなんで、ぐるぐるというかぐるぐらいですけど、一応飲み物。あ、富士。あとですね、朝普通に列車走ってるんですよ。ここの列車ってどっからどこまで動いてるんですかね。確か途中、確かこれ熊川鉄道だと思うんですけど、今神奈川に戻ると、なんかいそう、人が、あのちょい向こう側、向こう側10キロ20キロ向こう側にあったレールでは、なんかトロッコ列車、レールサイクルっていうのやってて、あの足こぎでレールの上走るサービスなんですけど、あそこはなんかあのもう列車動いてないみたいなんですけど、どっからどこまでが運行してるんですかね。列車全くあの盆地内で動いてないと思ってたから、昨日の夕方通過してるの見たときはびっくりしました。この駅は今普通に鉄道の駅として稼働してるんですね。たらぎ駅はとりあえずコンビニで、内陸、ああじゃないですかね。あ、なんとか幸福駅っていうのは確か西の方にありますね。でも今日はあの駅の周辺あんまり回らないんですよ、予定ルートでは。起きたのは6時ぐらい、6時ぐらいから人吉の観光の情報を調べ始めてルートも引いたりしました。昨日そういうのやろうと思ったら、あの0時前にもう、寝落ちしちゃったんで、今回の旅行結構寝落ちしてる。直前までなんかそんな疲れてないと思ってるのに、やっぱり疲れは来てるんですね。交流なかったですね。この多良木町は結構今コロナに敏感というか、対策が徹底してるんですよ。おはようございます。振り返り、宿配信してないです。泊まる時とか飲食店で食事した時とか、まあさすがにコンビニとかないと思うんですけど、全部住所氏名書かされるんですよ、この町では。そのぐらいなんかこの町徹底してます。ってことはほとんど広がってなくて、ゼロコロナ的な対策でやってるんですかね。ちょっとびっくりしました。そういうのが結構昨日、まあ別に悪いことじゃないですけどね。あ、じゃあちょっと飲み物買ってきます。中国が証明した
最近なんかぬるくなる前提だと麦茶よりジャスミン茶の方が喉に刺激があって美味しい気がして、麦茶も苦味が強いやつだったらぬるくなっても割と好きなんですけどね、という感触が最近あって、あ、トイレはさっきブルートレインで直前に済ませてきました。昨日のあの川村駅ですかね、この辺もなんかこっちも来てるんですかね、 あんななんか盆地の内側の方まで、内側の方までって別に海から水が来てるわけじゃないから、そりゃそうか、びっくりしました。あ、うなぎは昨日の夜ちょっと迷ったんですけどね、でもなんかあの地元の人気店みたいなあの洋食店に惹かれて、和風洋食店違う和風レストランかで入ってみたら、あんななんか、あ、うなぎ、上村うなぎっていうのはこの近くにあるやつじゃないやつかな、この近くは確か吉南とかうなぎっていうのがありましたけど、でとりあえず今日はこれから、あ、物産館今もやってんのか、うーん、お土産は泥玩具以外のお土産、食い物のお土産買っていくべきかな、まあ人吉周辺でいいか、お土産選ぶのは配信中だとちょっとあれなんで、あ、中心地、昼飯は人吉でと思ってるんで、それは行ってみようかな、上村、赤巻き丸々残ってます、未だに手つけてません。今日は朝ビーフン食ったら全然足りなかったんで、あのあと濡れ線2枚食べました、補給食役に立ってる、でもって涼しい、今これ気温は、ああ、あれですか、ああ、じゃあ昼にちょっと食っていくということは全然できないですね、了解です。固く、まあパッケージの中でまだパッケージ全く開けてないから大丈夫だと思いますけどね、丸々のやつを買ったんじゃなくて小さく切ったやつを、小牧ちゃんを買ったんで、あ、ドラココまた忘れてた、今サイクリングロードです、自転車道、ドラココ出します。あと今日はあのバスの時間は15時半前ぐらいの26分だか28分だかっていうやつを予約しました。17時だと結構夜になるんで、実家に帰るのは夜7時8時ぐらいになるやつを選びました。ちょっと残り席数が少なかったんで混雑してそうなんですけどね。うん、今日最終日です。銀行は朝電話して確かめました。多分その状況により断る場合もあるかもしれないけどっていう、保険かけられるかと思ったんですけど大丈夫って言われました。無条件で。バッテリー、そうですね。まあ、充電ミスってなければ、メモリそういえば今日確認してないな、
たまに一晩充電してもなんかうまく充電できてない時とかあったりするから、うん、宅配便で、あれどれだっけ今、どの話だっけ今。ちなみにこう最初に、うん、そうですね、あれサイクリングロードはあれか、人吉からここまで20キロぐらいあるんですけど、20キロないぐらいかな。ここまでずっと自転車道が続いてます。 VR 映像ですか。カメラの向きがどんどん変わるような映像は360度カメラとかには向かないと思うんですけどね。どうなんだろう、キャンセル、まあ乗れなかったら別の便にとか、うん、あ、今日はなって、この辺牧草地みたいですよ。牧草ロールがたまに転がってる。昨日もロール作ってるとこ見ました。色も牧草の色ですね、これ。うん。ああ、この辺はまたかなりしっかり整備されてる。トイレもある。ホワイトロリータか。このロリータ目。そうそうそう。これが人吉からほぼ途切れなくつながってるんですよ。まあ途切れてはいるんだけど、実際何箇所かでたまに見失いかけたり見失ったりしましたけど、でもほぼこれで走ってこれる。そう、昨日しかもこれが追い風だったんですよね。だから最後は、まあ、尻は痛かったけど楽だった。あ、人吉駅からだと25キロあるのか。ここのはかなりつながってますよ。この左の道は普通に行けそうなんですけど、自転車道はたまになんか独自のルート通っててずっとつながってます。なあポボ、契約しとくかな。ポボっていう名前自体全く知りませんでした。いや、なんかで聞いたことあったっけ。回ってるんじゃなくて、あの人吉駅から湯の前駅だったかな、鉄道の線路沿いでもないな、なんて言うんだろう、盆地の真ん中を1本通ってます。ぐるっと回ってるわけじゃないです。で、自転車とか歩きで利用してる人もたまにいるんですよね。まあ多摩川レベルじゃないですけど、昨日も10人20人ぐらい見たかな、トータルで20キロ走ってきて。ああ、こっちの空はちょっと白いな。でも契約とか SIM はいるんですよね。まずそれをしないといかん。青空だったらもっといいのにな、これこっちの空が。あの山の向こうが宮崎県ですよね、多分。うん、あと今日は、うん、今日は人吉で飯食って、あとは人吉市街から人吉インターまですぐなんですけど、バスに乗る前に人吉の温泉にまたどっか入って、でさっぱりして着替えてからあのバス乗りたいと思ってます。そう、なんかちょっと困りの時間帯ありますね。まあ向こう側は結構青いんで、うん、お城も行きます。城跡かというか観光地でそれらしいところで城跡ぐらいしかルートに入れてないです。あ、ちゃんと名前ついてんだ、これ昨日気づかなかった。
これは鮎ですかね。あ、でこれをあの、うん、あ、神社、英国人の幽霊、ちょっとわからない。神社は人吉の市街にあったやつですよね。訴状で、今日の風向きは昨日とちょっと逆で、今は少し向かい風です。今日はあの湯の前っていう、あのこのサイクリングロードの一番最後まで行って、でぐるっとあの南側の方の山っぺりを走って人吉の方に戻る予定です。人吉サイクリングで検索すると出てくるあのサイト見て、幽霊の掛け軸だ、その辺のやつは配信しながら入りにくそうだからな。それは人吉の市街地にあるってことですよね。球磨川も細くなったといっても結構広いな。昨日コメントで、あの球磨川の河口むちゃくちゃ広いって言ってたら、あのこんなに広いのは河口の方だけだって言ってたけど、ここでも結構広いとは思いますけどね。やっぱでかい川だ。あと川の色もあんまり変わらんな。 白青緑色。この人吉の市街を通ると特になんか汚れたりっていうのはないんですかね。玉川中流、うん、そうですね、中流か。羽村関の方、羽村関まで行ったら玉川の方が、玉川の方が細いかな。溢れるですね。あれ、過去にも水害って結構あったんですかね、ここは。たった2年前だもんな。多分テレビで映像を見てるはずなんだけど、テレビというか報道で。ああ、やっぱ昔から暴れ川なのか。昭和55、40年前か。40年なかったら油断するよな。途中あの球磨川沿いが牧草地のところもあって、めちゃくちゃ景色綺麗でした。後でスマホ写真見たらちゃんと撮れてなかったんだけど、なんでか一番綺麗だと思ったところを撮り忘れてた。集中。ああ、なるほど。これ横の線路は今生きてる線路ですよね。球磨川鉄道。東から荻駅がここいら辺にあるんかな。生きてますよね。どこからどこまでが運行しているのか、ちょっと後で調べてみよう。あれが東多良木駅かな。ホームだけ見える。
もう水害で盆地の水が全部下の方にある人吉に集中するっていうんだったら、なんか中心地をこっちの方に移した方がいいような、いいんじゃないかとか今ちょっと思ったんですけどね。あ、今井まで日後どこ自走、湯の前までか。これがたらぎ駅、東たらぎ駅。おはようございます。あ、そうや、たらぎ駅の中も見てくれよかったな。110キロよく走りましたよ、我ながら。追い風気味だったとは言っても、あ、ほら牧草ロール、ここのはちょい小さいですね。北海道で見かけるやつよりは。でかいやつと小さいやつは別に地域によるわけじゃないかな。幼少、うん、マシュマロ100キロ。そう、あのなんかふわふわそうに見えてめちゃくちゃ圧縮されてるんですよね、あれ。あの状態で発酵させて食わせるんですよね。そうそう、なんかトラクターみたいなやつの後ろで出来上がるんでしたっけ、あれ。確か一遍作ってるとこ見た覚えがあるんだけど、細かいところ覚えてない。サガリの声が低い。あ、サイロ。在庫？あれはあの状態で発酵させてるだけじゃないですかね。濡れて腐らないようにビニールでシートで包んで。カレー、うん、あ、巻く機械ですか。見たことあると思うんだけど、発酵すると美味しくなるんじゃなかったんでしたっけ。これがずっと続いて、あ、夏目順調の話は、あの市だったかな町だったかな、あ、言おうかも、市だったか町だったかのサイトのてっぺんにちゃんと載ってますね。お、用水路か。あれ、熊が今どっち行ったっけ。あ、あっちにあるのか。線路、いや、これは。おはようございます。これは一般道を改装しただけじゃないんですかね。線路はそっちに、あれ、そっちか、あるし。向かい風だけど戻る方向が楽だからいいや。配線、うん、なんかちょっとそういう雰囲気もあったりはするけど、でもさっきの橋なんかは、あ、古墳があるんですか、右に。何の表示も気づかんかったな。これを、この道を、あ、古墳が。このサイクリングロード往復するだけで50キロぐらいあるから、あとは途中に休憩したり飯食ったりするところがあればサイクリングコースとしてはかなりいいですね、住んでる人にとって。
50キロ？荒川の河川敷みたいでいいですね。荒川、私は何回かしか走ったことないんですけど、こんな感じでしたっけ？この道とかなんか新規に作ってんのかな？なんかを再利用したような道にあんまり見えんけど。でかいですよね。まただいたいどっちかが向かい風になりそうではあるけど、往復だと荒川沿いはいえ、うん、お自転車だ、竹林。地元のママチャリだった。でも普通に、あ、なんか移動の道としても使われてるみたいですね。うん、専用でずっと整備されてる。この右側の街広いのなんだろう。右側のが広い。うん、なんか生活道路として使ってる人もいるっぽい。この反応速度よ。うん、あ、あったあった。いつもの。たまにこの表示、あの出す、うん。スピード出す人はスピード出すトレーニングをしたいんだろうから、出すこと自体が悪いわけじゃないけど。スピード出せるコースってのはなかなかないですからね。抜いた、あ、さっきのあれか、車止め。あれはぶつかってすっぽ抜けたわけじゃないかな。不思議なんですよね。匂いが届くに早すぎるし、やっぱり遠目に見た目なのか、あの電磁波的だ。うん、あ、自転車のホイールの音とかいう可能性もあるけど、自転車乗り換え続けてるから多分私の方に原因がある。うん、電磁波の可能性は一応ありそうかな。犬をイラつかせる電波。あ、今のはなんか廃線跡の駅の跡みたいに見えるけど、特にただあのサイクリングロードとしての地名が書いてあるだけだと思います。これ本当に鉄道の跡って可能性は、でもこの道の周りっぷりからしたら、うん、音はありそうですけどね。この道の周りくねり具合は線路じゃないと思いますけどね。まあ多分ググればウィキペディアとかに載ってると思います。この道なんとかかんとか自転車道、熊本は入ってたような気がするけど、なんとかかんとか自転車道。私犬同士です。やっぱりそれか。ああ、お、ググれ。
うん、ああ。剣道扱いなんだっけこれ。車通れないはずだけど。あ、球磨川なんかそんなんだったかな。ちょっとこの辺の球磨川は白っぽくなってますね。こっちから見ると。それ昨日夕方も、あ、剣道、うん、ま、今ちょっと向かい風なんですけど、あ、そうか、サイクリングロードはこれでもうこの先で終わってしまうから、たまにあの自転車の人いるんですけどね。でもスポーツ自転車は昨日一人見たぐらいかな。うん、昨日と風向き逆ですね。あ、階段ありますね。階段国道は自転車担いで、あのツーリングの荷物が乗っかった自転車を担いで下ろすのは地獄でした。階段国道わざわざあんな通る必要なかった。人間だけが歩いて降りて戻ってくればよかった。あ、湯の前小学校のテント、グラベル、車道、うん、あ、熊本にも乗ると25キロ行かないぐらいだと思います。22、3キロかな、自転車プラス荷物で。で、飛行機は LCC だと20キロ。あ、でも LCC だけとは限らんけど、今回アナので羽田から福岡まで飛行機乗ったんですけど、こっちはこうか、自転車プラス荷物で20キロの制限内に収まって無料だったんですけど、絶対20キロに収まってるはずがない。荷物リアヘビーです。あれ、サイクリングロード見失った。世界一、気づかなかった。あれ、ここで終わりなんだっけ、サイクリングロード。ああ、終わりか。終わりとも何とも書いてなかったけど、5キロですね。ここまでですかね。あとは湯の前、こっちはあの人たちは今から走るのか、追い風であの道を、あいつら。とりあえず湯の前駅を見とこう。ロディ 3人いましたね。あれから気持ちよく走るんだろうな。まあ、こっちもこれからだいたい U ターンするような形になるんですけど、湯の前駅は終点駅ですかね。ゴール、ああ、いやいや、そんなことはないっすよ。暗黒、結構風強い。これから人吉の方向に戻るのは追い風ですね。ん？駅そばにカフェある？ホテイワタ、大津の方ですね。
この辺りからもうちょい行ったら 山の方ですかね。山登り、そろそろソフトクリーム食べよう。ソフトクリーム早いな、出発してまだ1時間経ってない。朝空気が涼しいです。日焼けはしそうです。でやっぱり昨日温泉入った時にも思ったけど、たった4日5日で焼けてんなと思いました。やっぱり日焼け止めもっと分厚く塗らないと日焼けは防げない。でも痛くないから大丈夫、火傷としての痛みはあんまりないから。あのジャージの袖の、そう、うん、袖のあたりがちょっとヒリヒリするぐらいで、体全体がほてるっていうのはないです。あ、最高峰。ああいう高いところの峠登りもまたやらなければ。白いの、あ、日に当たってじっとしてる、暑いです。あそこのなんかここから先の峠越えも結構自転車のあのヒートマップで赤くなってたんで、メジャーなコースなんでしょうね。湯の前駅、峠ですね。まずはヤビツかな、ヤビツか笹子か松姫かリアトス構いませんよ。一向に名刺まであったかな。漫画図書館、あ、漫画のなんか博物館的なやつじゃなかったんでしたっけ。風刺漫画家の人の博物館みたいなのがミュージアムがあって、そこでたまになんかあの現代の漫画のやびつ、うん、差し入れですか。果物系ジュース、レトロなで、こっちはなんか無人、いや人いそうですけど、どうですかね。道の駅っぽいところ、ユートピアってことは、これ温泉はあるのかな。なんかそう、なんか奥にあるのか、あれ奥に温泉あるんですかね、これは。うん、駅舎とは別に、うん、野菜直売、いや、まだ風呂は、まだまだすぐ汗かくから。今は入ってきてないですね、列車終点だ。ここと、さっきあのコメントで教えてもらったもう一個の反対側の、あの列車がまだ動いてる駅の名前がよく聞き取れなかったけど、そこの往復だけやってるんですかね。乗車率どんなもんだろう。うん、スマホだけです。地図もナビも。やっぱりガミに比べると地図の見やすさが段違いなんで。おっとっとっと。肥後西の村、村？肥後西の村っていう名前の駅ですかね。乗り捨て、あ、なんかできるって確か書いてありましたよ、あの観光案内のパンフレットに。いちご？あれ？あ、これか。最高。そうなんですか。私が知らんだけか。いちごか。いちご系のなんか甘いものがあるんですかね。いちご系の甘いものとか辛いものとか。ちょっと
カメラ下向けて入ろうかな。弓上げもちょっと自転車が。これ辛い。これでよし。これだけ目立つやつを外して。うん。ラジカセやおや。じゃあちょっと読み上げ一旦切りますね。物理的に断線。水分補給ちょっと量多いかなと思ったけどな。冷えてるイチゴ120円ですよ。食い切れるかな。安いですよね。どこか水道でさっと洗わないと水道で、ああ、ちょっとトイレで洗ってくる。たくましい足されてますね。見とれちゃいます。安いとかいうレベルじゃないね。見たことない価格。そのままでいいねん。逆ありだろ。安いね。監修使うより安いね。わら、帰ってきたねーわ。わら、トイレで洗うのもどうかと。わら、ジャム作りたい。いちご洗った方がいいよ。これはなんか昨日のやつが120円で今日のやつが150円っぽいな。いや4日だから、おとといか、これはおとといのイチゴですね。
れるかなこれ。今日は下手から、なるほど。肝心のワニさ。うん。これで120円さ、マジですげー。うん。もうお昼いらないんじゃない？お昼。うまい。ビタミン C たっぷり。120円。マジかよ。あの、粒によって違うけど、かなり甘い。食べたい。30円安い方を選ぶロボさんに返金か。安いというか、あの余り物の方を選んでしまう心理ですね。どちらかというと余り物というか、そのまま残り続けたらゴミになってしまうっていう方を選んでしまう。青空と生き物以外。うん。なるほど。うまそう。ふくらはぎ。うん。ふくらはぎ。なんか血管出てる。むしろ果物離れるから日が当たった方がいいわ。ああ。なるほど。うん。結構ばらつきあるけど、うまい。うん。幸せだろう。そこまで。乾杯リゼン。止まらない。イチゴのやつどうなんですかね。食っても特に問題ない。果物って高いよね基本。うん。あ、まためちゃくちゃ甘いのに当たった。イチゴミルクにしたいところ。あのイチゴスプーンで潰したい。枯れ葉を食べたロボさん、大事な要領だぞ。うん。ハンサム。駅の裏にカフェがあるみたいだね。あ、カフェ。ちょっとこれ食ってるからもうあれだけど、カフェの様子は見ていくか。あ、これ楽勝だな。乗ったことはないけど、トロッコ列車か。あんまりなんか乗ろうって気になってなかったんですけど、うん、また甘い。普通の自転車でいいし、東京だとそろそろイチゴ派終売。あ、終売。甘い。うん。わざわざ線路でデバフする必要がないという。うん。まあでもあれは線路の上を走る体験が売りなわけですよね。辛いイチゴ派ないですか。あ、今のイチゴなんか妙に味が薄かった。ちょうどいいです。今曇ってるけど日が出てきたらちょっと暑いですかね。でも空気はまだ涼しい。うん。あ、トロッコ列車じゃなくて、あのレールサイクルっていう乗り物です。うん。うまいです。
ローカルバス。利息約 20%。 120円。2人でコブの葉見たことある。1.51円。1.51円だな、確かに。うん、マイレニュー持ってきてきゃよかった。ビタミン補給。実際自転車で人少ないの？ん？人少ない。今の店の中は一般のお客さんはいないみたいでした。参考バス、私が今日乗るのは西鉄バスのフェニックス号。だから西鉄に電話して、あの自転車乗せられますかって聞いたんですよ今朝。そしたら OK だってことで。博多号じゃないのね。うん、博多号じゃなくて宮崎から、あの博多まで宮崎福岡間のフェニックス号ってやつです。うん、でかかった。うん、あのバス輪行で帰ります。福岡の博多、古賀市っていうところの実家に。輪行袋に入れるのですね。うん、博多号だと東京に着いちゃう。学生さんですか？全部食べちゃうの？生ものなんでちょっとこのまま積んでいくのは中で汁が垂れそうなんで。うん、うん、ここまで映ってるんですね。やっぱかなり広角だなこれ。うん、あ、一番最後が一番甘いのに当たったらいいかと思ったけど、そうでもなかった。サイクリングだとこの100均のハンドタオル、小さいやつがかなり便利です。あのカーゴパンツのポケットに入れといて、顔洗った時とかは大丈夫ですね。境界線が足の筋肉すごいな。足のそうですかね。いちご写真撮りました、もちろん。この筋肉はそんなに筋肉あるか。これこの後いちご人間になります。毛深いことの方が気になると思うんですけど、これ自転車が好きな一人が来場しました。ふくらはぎ強化されてますね。はぁ、ここもひどいんですよね。男、なんで男なんだよ。あれ？よし、とりあえずなんか。旅行イベント的にはかなりポイント高かったですね。グローブ、あ、確かにこのグローブしばらく持ってますね。このグローブいつから使ってるやつだったっけ。まだほつれてないですね。ゴールドウィンとかなんとか確かコメントで言われてたような。よし、私ナリオライターが美味しかった。うん、勝沼ぶどう郷さんですか。勝沼ぶどう郷ユースホステルさんかな。前自転車部で一遍か二遍かな泊まりに行ったんですよね。勝沼ぶどう郷ユース、まだ
今ニュースとして営業されてますよね。狙撃台ってどれ？ん？これはライト、フード付き、幻惑防止フード付き。これは iPhone X を、ナビの iPhone X の拡張バッテリーで、これがナビの iPhone X。 ん？なんか花が。ゴーストインサトアマのメーカー。そうなんですか。海外だと思ってた。富山、あ、宝谷、赤い宝谷の動きが可愛い。 3D プリンタネタ、なのにあっさり。うん、あっさり、あ、まあまあ、もう何度も何度もやってますから。それで、あとは県道を途中まで登っていったら脇にそれて変な道に。北海道旅行までにバッテリーを一つ欲しいね。バッテリー、まあ丸一日持たないですからね。でもこのデカバッテリーはでかいだけに、あの、重たいんですよ。あとこれを2個持ち込むことができるかどうか。空港の検査で一旦これ呼び止められて、あの、容量チェックされたんですよ。容量100なんだっけ、100ワット時未満だったのかな。容量ちょっと、あの、今数字覚えてないんですけど、あの、持ち込めない、機内に持ち込めない容量は160っていうものらしいです。でこれは90いくつなんで、まだ結構余裕があるんですけど、これを2個持ち込もうとしたら引っかかるんじゃないかな。それとも単体での容量制限なのか。そうそう、アンペアアワーかな。今これ確かアンカーでもう売ってないやつだったっけ、でかいやつ。なんか宅配便、うん、160以下2個まで、あー、じゃあいけますね。しかし重たいんだよな、これ。1キロあったっけ、なかったっけ。うん、今、これまっすぐでよかったかな。うん、まっすぐ。結構曇ってきたけど、まあたまたま雲で隠れてるだけか。あ、殴ると死にますね。というか容量だから、まあ発火した時の被害の大きさとかなんですかね、基準は。アンカー、あの、グーグルから独立した人たちがやってるっていう話を聞いて、なんか天下のグーグルっていう安心感が背中についてますよね、あのメーカーは。海側、おとといまで天草を4日間回ってました。本当はそれで終わる予定だったんだけど、今回、あの、来たことがない人吉まで来てみました。そしたら途中の道が水害からハードウェア立ち上げた会社だって聞きましたけどね、何かで読んだんだけど。あ、回収、私も忘れないうちに回収出しとくかな、古いやつ。そう、 Google の1個絶対ありますよね。うん、数ヶ月でめちゃくちゃ厳しいんですかね。それか個人の能力がよっぽど要求されるのか。それかっていうか、まあ、同じことかもしれんけど。
給料もめちゃくちゃ良さそうなイメージあるけど。ああ。膨らんだらどうしようもないですよね。Google、絶対無理だな。私はもう完全に仕事より趣味の方が人生の、メインの方なんで、結構入社当時からその仕事は仕事で遊びの方はちゃんと重視するっていうような考え方だったけど、どんどんひどくなってきた。だから今後もその趣味をやるためにどうやったらその食えるか程度の仕事しか考えてないですからね。天草、天草本当いろいろあって面白かったです。密度が高かったです。プリンター技、そう、サンディープリンターで老後を過ごしたい、老後で老後食いつなぎたい。あ、そうだ、さっきはなんか裏にあるカフェっていうのを見に行こうって言ってスポーンと抜けてましたね。忘れてました。そう、西海岸、下島の西海岸。次はどうアプローチするかですね。ハウス、でもハウスはなんか用いられてる手法が 3D プリンター系列っていうだけであって、私が趣味としてるところではないんですよね。会社は、今横風なんで、これから右に曲がって追い風になります。子供の叫び声がすごいな。それ昨日あの夕飯を食べた松藤っていう和風レストランも、あ、そう、長島から考えてます。和風レストラン食ってる間中、あの2階から子供たちの走り回る音がずーっと響いてました。あと叫び声も、あれお孫さんとかが帰って、あの帰省してきてるのかなとちょっと思ったんですけどね。聞きそびれた。聞いたら聞いたでなんかうるさいって言ってるように見えないかなとか、変な遠慮も働いて。ここかな、右に曲がるの。でゴールデンウィークのその客が多くて忙しい状、客が多くて忙しい状態で、しかも子供たちが走り回ってたら目回るんじゃないかなと思って。であのデリウスからも、あ、で、あの店の入り口も出入りしてて、子供たちが。お、またイチゴ売ってる。イチゴ1パック100円だ、あれ。やっぱ安いな。あと、この時期にイチゴできるっていうのは、ハウスなんですかね。5月に実るイチゴって。まあ、1パックの量は違うと思いますけどね。あと冷えてないし、こっちは。イチゴ。もう結構、あんだけの量のイチゴ一気に食ったのは初めてかもしれん。これ、こっちか。左か。今の時期にイチゴが出てるっていうのはハウスじゃないかな。220円分か。
相変わらず需要に追いついてないです。妹の店は路地物めったにない。土地おとめってこっちでしたっけ。土地おとめはどこのいちごだっけ。でも絶対やらないだろうな。なんか自分が納得できて、納得できるやり方じゃないとやらないから。あ、ハウス。ロジモノそうなのか。おばあさん歩いてる。やっぱり登ると泣くな。自転車が、俺の自転車が泣いている。登りの時だけなるんですよね。クランク、いやー、ローターで響いてるように聞こえるんですけどね。でも異音がするって言ってもなかなか難しいですよね。まあ全体チェックしてもらうのはいいか。後輪に何か負荷がかかって前輪の負荷が下がるっていうのもなんかありそうな気はしますね。お、キジだ。相変わらずキジは声しか聞こえない。あー、いい道。ねて、あそこで教わったこと何一つ身についてないな、今。て、あの、スポークのテンション調整まで習ったのに。今、これは 5% ぐらいの登りじゃないかな。体感的に。あ、ベアリング。そういうんだったら、まだいいんですけどね。よくないのかな。40、いや30代からのはず。39とかからかな。あ、ゴリゴリ。確かにそういう感じでもないですね。なんか綺麗にまとめてある、端っこの方が。これは葉っぱの形からしてブドウですかね。キシキシ。2009、13年前か。登りもなんかそんなに続かないはず。この先はまあ大した登りないな。この登りもすぐ終わる。あれ、車。ニコナマ初期の頃ですね。ニコナマ自体は初期だったっけ。まあでも枠を取るのに順番待ちがあったりいろいろありましたね。枠取るために何度も何度も枠取りを連打して、マクトリ連打ツールとかも出てきて。ロボさんがハリーさんの支え見て始められたマクトリ
ハリー、そう、確かそうそう。マクトリオツ。本当に何百回とか。延長、あ、そうですね。チケットはあれ延長のやつでしたっけ？ありましたね。それも懐かしいな。マクオーツ。天下、そうですね。思います。次枠取るときですよね。そんな時代だった。熱い時代だったとかそういう話じゃないけど、まだ整備できてませんでしたね、ニコニコも。うん、ニコ生いらっしゃ。あの山の方というか山の裾をずっと沿って盆地を少し見下ろしながら走る感じです。うん、まあ段々畑とか、あ、段々畑？棚田とかもあるし。ブレん？おっと。多少アップダウン繰り返しながら、ああ、まあ、そういうこともある。ん？今の鼻音は何だ？イノシシとかサルとか。あ、戻った。なんで1個入れるんだ。スピードを増す。農道みたいな感じで割とアップダウンはあります。確かいないんじゃないですかね。熊がいるとこってあったっけ、九州内で。なかなかなんか見晴らしないですね。ある程度登るから盆地の方がどっかで一望できるんじゃないかと思ってたんですけど。目撃した説あるよ。大分で目撃、あ、絶滅。この鳴き声はクマモン。クマモンはいるけど、やつは野生の牙を持たないから。今の鳥の声じゃないと思うけど、なんだろう。四国も構えないよね。四国も多分また鳴いた。今のピューピューっていうのは鳥にしちゃ音がでかす、声がでかすぎる気がするんですけど、まあ可能性は、鳥の可能性もあるか。鹿とか猿とかイノシシとかアナグマみたいな。鳥ですかね。ピューマ。鹿もなんかちょっと変わった声出しますよね。鹿はなんかあのヒーウーみたいな声を出して、お、首回すまでもないのか。山には登らずに山の裾に沿っていきます。怪獣。取れませんでしたね。ちょっとだけあの目で追ってきたけど、首を反対側に回してこっちを見るっていうことまではしなかったですね。
んぽ先生が。ドローン射出基地。なんか不必要にカッコつけたギミックとか作るの面白そうですけどね。ただ台作ればいいだけなのに。とりあえずドローンの足は作ったことある。着陸のためと、あと手で受け取るため。足がついてないとプロペラで手切ったりするから。設計はアイデアがあれば、まあ大体なんとか作り直せばうまくいきます。ん、自転車。アッザムリーダーってどれのことだったっけ。アッザムの上の部分。盆地が見えない。この道の途中になんか展望台に登るところがあるんですけどね。ちょっと今日はシリータ的に厳しいかなと思って、あとな、昼までに一通しに着きたいと思ってるから、ちょっと予定ルートから外しておきました。ババイナリ。赤い鳥がいっぱいあった。富士見稲荷。通りなされ。タイとウミウシ。あ、ババイナリ神社書いてあった。今のババイナリで合ってるみたいです。以上にアップダウンがある。よっと。最近ドローンを持ってきたそうだけど、もう無人島だけど。立派だ。でも吹き替えとかめちゃくちゃお金かかりそうですね、これ。配信でちゃんと映るかな。肉眼で見たら屋根の下の部分もよく見えてるんですけどね。で、八なんとか寺。かやぶきかな。かやぶきとわらぶきの違いはちょっと、かやぶきですかね。八勝寺だ。単眼鏡をパッと取り出せるのやっぱ便利。ああ、ダメだ。体が回らん。自転車のサドル裏に 3D プリンターのホルダーで作ったホルダーで取り付けてます。こちらですね。でも鳥居もあるな。あー、ちょっと見えるな、盆地が。うん、山梨の鶴峠っていうところを南側に降りたところにもああいう感じの、まあ、形は違うけどお寺さんがあって、そこの境内で前昼寝してむちゃくちゃ気持ちよかった。パーツ、うん、シーナソン。シーナソン、あ、見たどう。シーナソンってどこだっけ。四国の方だったら行ってないかも。どんなパーツでって言われちゃ仕方がないな。これです。
コの字型の内側にただあのなんていうか引っ掛けるこう輪っかがあるだけでも、だんだん緩んできてるからこの形式だけだといずれ落ちそう。飛行機輪行でも大丈夫だったけど、もっとなんかしっかりホールドする方式考えないと。ワープしたら自慢してた。1000年。うん。あ、予定ルート外れてる。右か？うわ、この道もなんか引かれるけど。相良33観音巡り。ん？鶴見区？あそこもトイレあるな。おっと、これが多分予定ルート。あ、スルーしてしまいました。もう遅い。石の塔ですか。昨日のあの熊川沿いに登ってきた時もそうだったんですけど、パトカーが結構巡回してますね。なんかゴールデンウィーク中で強化してたりするんですかね、かあのパトロールを。ああ、電波ダメか。了解です。怪しい。パトカーの下りが届いてるのか。もっとこう、盆地が一望にできるようなとこないんかな。やっぱり展望台に登らなきゃダメだったか。展望台この先に登るとこがあるけど、10時40分か。まあ、やめといた方がいいな。あ、ギガが。そうですね。オートキャンプ場あるのか。オートキャンプ？いや、うん。ジャーハも確認します。なんか遅い。電源取れたらモバズも充電できるな。気のせいかもしれんが遅い。ちょっと配信一旦一時停止しますね。あ、歯も切れてるかもしれん。あっち PC 熱っ。ああ、切れてる。みかん。みかん。よし。これみかんかな。蜜蜂いっぱい来てる。あ、歯も切れてました。あと PC が熱い。なんでこんなに加熱してるかな。今これでデータ流れ映像流れてるんじゃないですかね。これ以外買って冷やそう。
保冷剤、あとは空冷って手もあるけど。来ました。アハモがまた切れてました。1ギガが。また550円課金しました。なんか残り容量の表示がおかしいんだよな、ハモは。今朝時点で確か2ギガ近く残ってたけど、そんなはずないんだよな。ギガ、うん。もうすっかりなんかあのデータ残量のギガっていうのが定着しちゃってておかしいと思うんだけど、まあ言葉なんてどんどんもうそんなもんだし、その程度のもんだし、言葉なんてこだわっててもしょうがない。チナとかもチナ聞き慣れないからイラッとするだけであって、ギガを、うん、ホームページ、うん、いてそう、いてそうですね。中道ですよね。ん、これどっちが通行止め。1月17日より通行止めを行います。どうなんだ一体。まあ予定ルートだと多分こっちだからこっち行こう。バリさん、バリさんは一応意味としては、まあそれも聞き慣れてるからかもしれんけど、言わない、長いものに巻かれりゃいいのに。ミニトマト、ストレージのギガなのか、うん、ギガなのか、うん、いいですよね。おミニトマ、電波表示が前に段階だったんでしたっけ。お、今の人は虫かなんか見てたな。変な人だ、いい意味で。それかコンタクト落としたかだな。大丈夫かな、今の人、うん、熊本市の市の周辺ってことですかね。そう、虫が好きな人に悪い人はいるかもしれないけど、虫は落とさないで。虫は、うん、iPhone 早い段階、 iPhone、 ああそうだっけ。 iPhone 自体の電波表示はあんまり見たことないんだよな。 Wi-Fi 経由です、あのモバイルルーター経由ですか、繋いでないから。虫ガチ勢、ガチもガチじゃないですか、あの人。お、こっちは、お、この辺り結構見えますね、盆地が。一望までは行かないけど、配信だと細かいところ見えないか。頭固定してりゃある程度。昆虫の最近ですかね。さかなクン。ボクシング博士、ボクシングなんだっけ。そうなのか。ちょっと詰まったついでにお茶。あの盆地が広がってるのが遠くですけど見えます。こういうところでドローン飛ばして撮りたいな。そしたら展望所とかに登らなくても。新萌え岳、新なんて言うんだっけあれ。っていうのは どっち向きにあるんですかね。ドローン持ってきてないの。持ってきてないし、
今時は飛ばすと何言われるか分からんからもういいよっていう風に拗ねてます。拗ねたんで最近ドローン飛ばしてないです。日本人ドローン憎みすぎ。拗ねますよ。池のほとりの、な、何？自転車神社？ドローン。あのマップで OK であっても地元の人が嫌がったりするんで。うるさ。それもあの近くを離陸した瞬間だけで上に行けばほとんど聞こえないんですけどね。でも今それが一瞬でも聞こえたら頭にきますよね多分。その頭に来るっていう風潮が、まあ、個人の問題というよりは世間がなんかそんな感じになってるのがもうダメだなと思って。頭にきますよね。いや今言った人を批判してるわけじゃないですよ。気持ちもわかるけど、頭に血が昇るレベルでなんか急にカッとくるのもやっぱりおかしいよなっていうのが言いたいだけで。私がよく配信、1年以上やってなかったけど、店員さんにちょっとでも失礼なことされたり言われたりすると瞬間的に頭に血が昇るっていうのもちょっとおかしいと思うんですよ。なんかそういうことに対して過敏というか許されんっていう価値観になっているのが怖いと思うんですよね。これは左の方か。でもいろいろな分野でドローン活用は進んできてます。そう、産業の方は進んでますけどね。確か静かなところでうるさいっていうのはわかるけど一瞬だから。ここも結構クレーム大国。そう、なんか炎上文化なのが私は嫌です。ずっとある程度上に上げれば高度を自分がいるところから100メートルぐらい上に上げればほとんど聞こえないんですけどね。まあでも周りがめちゃくちゃ静かだったら聞こえるかもしれんな。普通のこういう場所だったらもう100メートル上がったら全然聞こえませんけどね。あとは山頂だったらちょっとでも何だろう、 XY 面上を自分から離れると周りが崖になってるから相対高度で百何十メートルの制限を超えるからっていうのあるかもしれんな。熊川の色ですねこれ。耳に。図書館。ああ静かに言って話か。ワンタンスープ今の。結構この盆地の中に町とか市がいっぱいあるんですよね。人吉市、多良木町、あと村もいくつかあって、人吉って一言で言っても、音が高いのは小型だからですね。登山で自分で背負ってくるやつなんかは小さいから、
甲高い音がしますね。電車の中で、ああ、それはでもあれなんですよね、そう、私、店の中とか電車の中で通話するなっていう話についても、あれって普通に人同士が喋ってても同じなのに、おかしいなと思ってました。まあ、自分がその喋りたくはないけど、通話してる人にイラっとくるっていうのも不思議なんですよね。普通にその場で喋ってる人の2人いる方がうるさいのに、それオッケーなんだよな。不思議だ。うん。DJI か。うん。話の内容。ああ。不思議ですよね。うん。うん。内容が分かった方がいいのか。といってもあのモニター出力、スピーカー出力しながら電話されると余計頭にいきませんかね。その方がマシなのかな。うん。話の内容がわからないって話からするとそれで解消しそうなんですけどね。なんでだろう。人間の心理は本当わからん。お金を。そう、通話。立派な鳥、今どこにあったっけ。あれ鳥居が目に入ってない。あ、もうすぐ11時。3時半がバスで、臨行は3時前には始めたいから。あ、電波、誰がかわいい。風呂入る時間考えると2時半、1時半飯、話しても、なんか許容できる、いろいろ許容できることありそうな気がするんですけどね。あと私も自分自身がくちゃらの音に耐え難いっていうのはあるけど、本来耐えられてもおかしくないっていうふうに思ってしまいますね。あとゴキブリも苦手だけど、別にゴキブリを怖がる必要ないとも思う。なんかその植え付けられてるような。すいません、またいつもの理屈を。でこの後12時前頭葉。古代の。OK になってるんだ、正式に。で、いや、ありがとうございます。12時ぐらいに食い始めないと、ちょっとなんか15時のバスに風呂にも入って余裕で乗るのはちょっと忙しくなるかな。昼飯食うの13時ぐらいまで昼飯食って、2時、まあやっぱり12時ぐらいに飯食えた方がいいなと思ったけど、残り25キロぐらいあるから、風呂入る時間ないか。ガンギリーの、東ノスル駅の時が一番ギリギリ感があったかな。
満喫、そうですね。風呂は無理やり入れなくてもいいか、入れれば入るぐらい。いや、食事は特にまだ決まってないです。人石市街で何か入ろうと思ってるだけで。で、そのなんか上村うなぎっていうところは、うん、めちゃくちゃ並ぶらしいのでそこを諦めるとして、うん、まあ30分あればさっと入ってこれるけど、バスは予約してて変更はできないんですよ。15時20何分かのやつ。まあ、あと人吉市街に行く前に昼飯食ってもいいか。中心地じゃなくても、人吉市街からまだ20キロぐらい離れてると思います。20キロつったら私の実家の古河と博多ぐらい離れてるからな。隣町のホームタウンっていうぐらいに離れてる。ん？ハッシュで読み上げしなくなる。あ、スラッシュか。あれはなんか特別設定してたんだったかな。ギリギリ1時間はかかりますね。全く停止なしで行っても時速20キロ維持して、でも20キロ維持だとか私は全然できないから、まあ人吉市街に着くのは12時半か1時になってしまうな。まあ、人吉駅前からバスの乗り場までは多分10分20分だから、うん、自転車だったらすぐだと思います。あ、もっと、うん、93号とかで行ったら。以前速度はあんまり上がってないんですよ。いや、途中であんまり止まらないっていうのと、ある程度ほんの少しペースが上がったぐらいかな。1日100キロで計画するとやっぱりちょっと最後少し疲れが出るんで、1日80キロぐらいがいいな。上り下り、アップダウンがあるんだったら60とか。テイクアウト確かバスは 4列シートだったから、人と人に挟まれる心配はないんだけど、バスの乗車時間は3時間弱です。寄り道ですね。それだけでこんなに違うかな。趣味、あ、旅行と自転車、本当この趣味に合っててよかったですよ私は。あ、バスで博多まで行きます。タイプをジェットで、もともと八代まで行って新幹線とかいろいろ考えてたんですけど、博多まで一気に行けるんだったらもう乗り換えの時に輪行袋とか自転車の袋が重いんで、乗り換えが少なくなるんだったらもう博多まで行ってしまおうと思って、人吉から博多まで直通で行けるの知らなかった。しかもその方がちょっと安いし、自走、まあ安いって言っても500円かそんぐらいしか使わないんですけどね。博多から古河は別に自走も今だったら気にならないけど、20キロぐらいする SL か。そう、最初は人吉から列車で降りて海沿い出る予定でした。で、乗り換え案内でどうしても列車ルートが出てこないっていうところまで、この付近の復旧状態知りませんでした。復旧状態以前にこの辺がそのめちゃくちゃ水害があったところだっていう認識がなかった。
そう。テレビ、いやニュースで多分見てるんですけど、具体的にどこっていう意識がほとんどしてなかったみたいですね。九州の方ぐらいにしか認識してなかった。うん、被災地、三陸の方は何度か行きましたね。気仙沼とかめちゃくちゃだったからな。うん、でも盆地の出口が交通の要衝になるから、あそこが市街地になるのは仕方ないって話でしたよね、さっきコメントで。でここの自転車矢印はと違いますね、今までの音。青い矢印の上に白が乗せてある。一応右端を表してもいるのかな、この白いやつは。どうというか、まあ、自転車はここを走れっていうやつですね。でもこれ右側までいっぱいまで使うと車が、あ、そう、電車が聞こえましたよね、ペロリンって。撮影したのかなんか着信したのか、なんか畑仕事っぽいことしてる人がいたんで、あの人たちのスマホだと思います。八ヶ岳も結構、八ヶ岳の景色にもちょっと似てるような気がする。向こうに山があって、なだらかに向こうに向かって下っていってる。自転車が通るよ。できるだけ左側通らんと車が通れないですからね。まあこっちは権利はあるんだけども、権利を最大限行使したら迷惑だからな。車のために左端に寄ってやってます。寄って差し上げてます。うん、電気自動車とかだと最近後ろから来てても気づかないことありますかね。あんまりなんか経験ないと思うんだけど、まあそうなんですよね。まあ、あとは車に対して自転車が走る権利はあるんだっていう、あ、さっきコメントで言われたっけ、これある程度のアピールにはなるんかな。もともと交通弱者の方を優先すべきだっていうのはありますよね。でもその権利を最大限行使しようとしたり、車に敵意を持っている人なんかは、持っている自転車乗りなんかはトータルマイナスになっていると思う。誰も得しない。すぐ、ああやっぱり、うん、逆走、ああそれはあるかも、確かに。動画だと守ってないですよね、確かに。結構ハンドルミラーも考えたんですけどね。ミラーも作るか。なんでかさっきから向かい風になってる。風向きがコロコロ変わる。テスラカブ
私は株は新山口から鹿児島まで、しかもそれはわざわざ山の中通っていったりするんじゃないですかね、物好きにも。新山口っていうのは新幹線駅ですよね。これ小麦ですね。でこっちが多分牧草、いい道ですね。麦畑はちょくちょく見ます。たらぎの付近でも見かけた。こんにちは。そう、あれは牧草土、牧草みたいです。ってことは、あの牛を飼ってるところは結構あるはずなんですけど、見てないですね、あんまり。牛を見たのは天草で峠の近くにあの牛小屋があったぐらいしか見てないな。あ、積んでる牧草ロール。あー、ここもところどころなんか災害の跡っぽいのが残ってるな。ここで牛飼われてるんですかね、これ。よし。この盆地のなんか北の方でお茶を作ってるとこもあるらしいんですけどね。ここもかな、違うか。コンビニエンスストア稼働新個人商店かな。今日は40キロないぐらいです。もう午後は移動なので3時半のバス。あれ、もしかしてさっきの車かな。結構でっかいですね、この店。ロール。つい先向こうの方で同じようなトラックが2個目のロールを積まれてたの見たんで、今の牧草ロールですね。メンダ、メンダってこの辺りだっけ。まあコンビニエンスストアって書いた方が人入りやすそうだしな。個人商店だと思いますけどね。でも田舎の方でああいう店見ると助かる、ああいう店があると。北海道だったらあらゆるところにあのセイコーマートがあったんですけどね。でも最近なんかセイコーマート減ってるって話も聞くし、
セイコーマートなくなったらマジで困ると思うんだけどな。うん、コンビニ今店名別に確か書いてありますって書いてあり、あ、牛いた、書いてありますよね。牛いることありますね。この後また少し上りがあって、ん？サミマ一橋？美味しく赤牛丼食べたい。赤牛丼、あれあの店まだやってるって話だったかな。うちの牧の黒かったです。あ、人多い。あそこ地震あったけど、復旧大丈夫だったんですかね。地震の1年前にライダーハウスに泊まりに行って、温泉入って、祭りを見て、で、翌朝、赤毛和牛うどんを食って、ステーキ丼かな、あれは。うん。あそこもなかなか思い出深いです。私は内の巻あの時確か南阿蘇の方からぐるーっと回ってなんかトンネルの中でやってる七夕祭りみたいなやつを見たりして、その後行ったんだよな確か。あ、南阿蘇そうだったんか、あれ。あ、そういや確かあの時入った駅でやってた喫茶店ももうなんかやってないんじゃなかったかな。なんとかロードってアメリカか何か由来の名前を付けた喫茶店があったと思うんだけど、そこ確か後で調べたらやってなかったはず。ここから先またちょっと上りがありますね。曇ってますね。さっきからあんまり日が出てない。あとこれ自転車レーンこっちにあるのなんか変じゃないですかね。あと見覚えのあるアイコンになった。自転車ここ通れて OK なのか。ロボさん、これだけ自転車まあ可能性は減りますよね。それよりも自転車旅行が続けられることの方が重要ですけど、寝たきり以前に。同じ、まあいいのですかね。ここに入り込んでるの初めて見ました。自転車のこれ
座に酷使しすぎるとなんか消費し、もう消費してしまってあのどうしようもないってことがあるんでしたっけ。阿蘇白川駅だったっけ、あそこ。しばらく登り、いや、テニスか。ヒアルロン注射怖いな。75スースト、あーそんなんだった気がする。あれまだやってますか。よかった。確かシソジュースかなんかあそこで飲んだ。あれ、これで登り終わりなんだっけ。まだあるような。ケツは結構痛いですけど、一晩寝たんで今まだ、あの昨日の夕方ほどの痛みじゃないですね。今年で10周年だって駅カフェ。駅カフェ 10年もやってんのか。あれ私が行ったのは何年前だったか。団子休憩どうかな。普通に昼飯食って終わりだと思うんですけどね。風呂入る時間ないかな。なんかギチギチいってる。うん、餅団子は食った。予約制です。うん、風呂入ってきたいですね。人吉はあの温泉いっぱいあるんで、30分捻出できればさっと入ってくる。そう、予約なんで。バスは、帰りのバスは爆睡しそうだな。今は眠くないけど、多分車に揺られると絶対寝る。多分絶対。いや、路線によっては事前予約制で、バス1台につき2台までは予約できるっていう仕組みがあるんですけど、それはかなり長距離なやつで、あの大阪東京間とかそういうやつだけで、今回乗るようなタイプのやつは、あ、4列シートです。今日乗るやつはあの自転車用のっていうのは特になくて、まあ、乗せられない場合もありますっていう正し書きで書いてあることが多いです。今回今日のやつはちょっとややこしくて、フェニックス号っていうのは西鉄バスとかその他の3つか4つの、あ、今日も3つか4つの会社がフェニックス号っていう宮崎福岡間のやつをあの交互に運行してて、でそれの予約サイトっていうのはまた別の会社で、予約サイトの会社には自転車は事前予約をと書いてあるんだけど、それはあの路線が限定されてるんですよ。
だから結局は実際に自分が乗ろうと思ってるやつの会社に聞きに行かなきゃいけない。なので西鉄に朝電話しました。まあ、ホームページとかにあの自転車大丈夫ですってはっきり書いてしまうと保証することになってしまうから、自転車乗りが10人とか自転車袋が10個来たりしたらトランクいっぱいになるでしょうからね。だもんでなんか自転車をバスに乗せるっていうのはいつも微妙です。あとはその自転車が予約できる路線っていうのは確か1500円、昨日コメントでも聞いたけど1500円プラスの料金がかかるみたいです。まあその代わり保証されると。まあ大体なんとかなるし、なんとかならなかったとしても後の便にずらしてもらうとかいう完全にその場でシャットアウトで放り出されるってことはまずないと思うんですけどね。とりあえず下手に下手に出ていればトランク内でも結構難しいね。うん、もう完全に寝かせて置いとくしかないですからね。だから今回もシャフト外してブレーキローター保護具を使います。ん、袖の下はなんて、あ、袖の下を使うって話か。衣類の方の話かと思った、なんか服装の話かと思った。今この道走るのは気持ちいいけど、人吉がどういうところかっていうのはあんまりこれじゃ分かってないな。やっぱ市街地の方に行かんと、人吉はこんな場所だったって人に説明できないですね。5000円ぐらい、今日の運賃が5000円70円とかでしたね。運行どうかな、温厚かどうかだけで解決するかっていうとまたなんかいろいろありそうな気はしますけどね。昨日、うん、そうですね。とりあえずアクセスが大変なところっていうのは身に染みました。人吉まで結構長かった、熊川沿いに登ってくるの。白いのなんでなんですかね、これは。市区町村が切り替わってる？九州。取られちゃ困るけど。ですね、うん、確かに片側通行で待ったりするの結構ありましたね。しかも4分待ちとか。取れる、うん、ボロボロ取れるんだよ。ん、あ、すいません、ちょっと風音で。ああ、またなかなか盆地感がある。盆地感。大変、うん、ですね。
でもどこな、車で5分ぐらいで買い物できるところってあるんじゃないですかね。線路沿いの方まで行けば。上岡から一人しそう。うん。そうそう、こんな感じの景色を見たかった。こっちのそのちょっと 山側を走るっていうコースで。うん。何ですかねあれ。ああイオンが。えらく下ってきた。ああ学校は小学校はある程度ごとにあるんじゃないんですか。確かに子供が自転車でこれを上り下りするのはきついかもしれんな。こんなに下りまくってると道間違えてないかって心配になってくる。どこまでもバス、小学校でバス通学ってあるんですかね。幼稚園なら見る気がするけど。実際かなりスピード出てるけどまだ下ってる。標高差100ぐらい下ったかな、もっと下ったかな。ちょっと登ら、まあ、この後もちょっとアップダウンあるんですけどね。あ、やっぱり100ぐらい下ってんな。昨日こっちにあのタラギまで行くときには川沿いをゆっくりじわじわ登ってたんであんまり感じなかったですけど、それなりに標高は稼いでたんですね。ですかね。お、なんかちょっといい感じに腹減ってきた。あ、イグサ畑、私も初めて知ったんで、ああいうの現地で知ると嬉しいな。なんか、まあ、コメントに教えてもらったんですけどね。西行き長、そうそう、そう、熊本の熊本全体としてイグサがたくさん出荷されてるって話だったんでしたっけ。それか熊本のどこか地方名まで特定してたっけ。ソーラー今どれ、あ、それ確か今日のこのルート、あ、
それてる。この先道の駅があるんで右にそれる予定だったんだ。じゃあこれから国道に降ります。八代の方か、海沿いの方なんですね。この辺でも作ってるけど本場は八代の方なのか。うん、氷川も通ってきたな。朝霧も確か通ってるはず。これ下った先が国道です。国道291かな。これも牧草地ですね。9割か。まあ少量生産したってしょうがないんでしょうね、イグサは。なんかラベンダー色っぽいけど違う花が咲いてる。うん、うん、左。山大根。あれかな、国道。うん、うなぎ屋さん。あー、食っとくかな。これが国道219か。はいよ。うん、私はもうナビのマップに頼りっきりですけど。ああ、ゴールデンウィークで地元の方ですか。ありがたいです。道の駅は別に寄らなくてもいいか。道の駅錦。グランド市。ひらがなでグランドってのは何の意味かわからんけど。何の人？ルパン。うん、
何ロード？グルメなんとかって店でしたよね。うん？今のうちに検索するか。うん。グルメ桑原。間に合わなかったけど、まあ見てれば分かりますよね。道沿い見てれば。うん。図書館。平井。ん？これも違うか。そろそろ予定ルートでは国道外れようと思ってたとこなんだけど、グルメはもう少し先ですかね。検索しよう。グルメ、グルメ。どうだろう。あ、かなり先ですね。城跡というか、まだ5キロ以上先だから、この道それても問題ないですね。できるだけ国道を外れていこうと思ってるんで、これ配信はできてますかね。お、 PC が結構冷えた。あ、ゼロだ。なんでや。接続。なんでゼロなんだ。人吉の女性が死に、背浮きや破水が異常気で死んでてたき
んでゼロなんだ。なんで？戻った。あ、戻った？なんで、なんでなんだ。普通にコメントも取れてたのに。おかえり。で、アハモの残り容量は 3.21 ギガ。おかしいだろ、だから。残り残量っておかしいけど。アハモの残りが全然正しく表示されない。ゼロになってさっき1ギガ追加したら残り容量3ギガになってる。で、桑原はまだ桑原はだいぶ先ですよね。5キロぐらい。なので一旦国道外れて横道通ります。で、グルメ桑原で飯食えたら食って、で、城跡見て、先って5キロぐらい先ですよね。それか通り過ぎましたかね。あのほぼインターチェンジあたりまで行くあたりにあるあの地図でマップで出たんですけど、間違ってますかね。人吉か。さっきの道の駅錦か。なるほど、ずっと勘違いしてたのか。まあ、ポーは調べて必要だったら契約しときます。猫。あ、白靴下だったっけ今の。顔しか見てなかった。またずっと下り。いや、別ですね。高速バスは人吉インターチェンジのところに来ます。乗降場所も調べました。インターチェンジから下、あの南に向かってヒゲが生えてるみたいな形の道のとこです。今時速は26、7キロと見たね。いや、そんなないかな。25キロぐらいかな。
漕がずに下りでずっと惰性で走ってます。惰性惰性。うん、あそこで自転車ばらして袋詰めして待ち構えます。なんかバスセンターみたいなのが、うん、バスセンターみたいな建物があるかと思ったらそうじゃないみたいですね。完全に吹きさらしなんですかね。これは酒造かな。そう、ずっと緩い下りです。球磨川昨日登ってった時ってそんなに登ってた記憶はないんですけど、これ反対側自転車で登っていったらどんぐらいきついのかなと思いながら下ってます。なだらか、うん。でもここはこんだけ傾斜してるってことは川の方も同じぐらいなってそうな気はしますけどね。でまた国道に合流。あ、川沿いの全部、周りが真っ平らだからか。道の駅豊洲の方に行くとなると、グルメ桑原まであと 3.6 キロ、国道沿いに行くしかないか。予定だとまたすぐに国道を外れるルートだったんですけどね。もう昼、意外と時間なかったな今日。タラギと人吉が思ったより離れてて、なんか同じ盆地の中だから割とすぐ行って帰るみたいなイメージだったんだけど、意外とスケールでかい。割と空いてきました。今回の旅行はだいたい夕飯とか朝飯が多すぎて、昼になってもなかなか腹減らないこと多かったんですけど、結構広いですねこの盆地。端から端まで走ると結構ある。京ヶ峰横穴古墳群、古墳だらけって言ってましたねコメントで。この辺りは でもこれ横にそれることできるな。まあでもまっすぐ行くか。あとこれ国道じゃなくて県道？
取れれるけど戻るときになんかアップダウンありそうだから素直にまっすぐ行ってきます。210、あ、ですね、今の黒交差してたのが県道か。あ、これは歩道だったかな。なんかこの道えらく左右にバンクしてる。温泉はできるだけ人吉の駅かインターチェンジに近いあたりで入りたいですけど時間あるかな。もうすぐ12時かあるかも。なんかハッピードリンクショップみたいな名前のコインランドリーが。シャンプー仕上げで1000円、安い。イオン、ユニクロ、ニトリ、エディオン。これは左に行ったら右に回るタイプか。
あれ結局合流するのか。これは道の駅人吉。で、なんか配信また止まってるんですかね、これ。動いてる？あ、動いてますね。一応コメントも再取得しておいて。あー、ボタン押せね。あ、配信やっぱ来てたんだ。マスクしたままくしゃみするとたまに痰が出てるからな。手で抑えられないから。で、グルメ桑原はこのちょい先なんですよね。あと1キロぐらいか。先ですよね。あれ？棒読みだけ死ぬのよくわかんないですね。棒読みというかコメントビューアーが取れてなかった。コメントを。さて入れるかな、桑原は。この道沿いにあるってことは結構混んでそうな気もしますね。あれは違うかな。ああ、時間もそうですね。まあ入れなかったらまた人吉まで行って、その前にお城か、城跡か。昼ご飯はグルメ桑原はうなぎなんでしたっけ。こっちはラーメン屋、ラーメン、うどん、定食、餃子、ちゃんぽん。うなぎ、こっちはなんかうなぎが名物らしいから食ってみたいですね。私はあんまり車を追い越さないようにしてるけど、信号待ちでたくさん車が並んでるとどうしても前に行きたくなってしまう。少なければ後ろで待つんだけど、よくわからんその判断基準がある。
そろそろのはず。あっ、さっき残量は3ギガぐらい。うん、あった、うなぎ。あー、どうかな。車はたっぷり止まってる。よっと、鹿児島でうなぎっていうとうなぎ温泉を思い出す。よっ、ダメかな。ちょっとじゃあ一旦配信は止めずにここで。うん、はい、あと1時間早ければ。1時間、うん、まあでも急いだってしょうがないしな。じゃあちょっと空いてたら一旦席座って注文してからまた止めに来るかも。まあ聞いてきます。旅行の醍醐味、サボと一名物を食べる。聞いてこよう。
入れました。テーブル席の、あ、テーブル席というかカウンター席残り1人な感じでした。やっぱいっぱいですね。で、もううな丼も注文してお茶も一口飲んで、ちょっと混んでるんでできるの時間かかると思うんですけど、また後で1時間ぐらいもしかしたらかかるかもしれんけど、後で再開します。うん、うな丼吸い物とかついて2100円でした。あれ、これ言ってますよね、映像ビットレート、あんまり良くないな。では食ってきます。あ、コメントビュアーが死んでる。では食ってきます。あぶね。うん。行ってらっしゃい。うな丼2100円。行ってらっしゃい。うん。まあ、終わらすか。ああ、なんか。お疲れ様です。うん、まあ一応喋りも言ってたのか。うん、1500円。うん、奮発。まあ確かにな。まあうな丼だし。あれ、これ違うな、こっちだ、こっちか。ではで、ではでは、終了できない。お疲れ様です。じゃあこっちも終了。